い、こんにちは。本日はですね、YD2 のパート4ということで、袋4の内容、こちらですね、をやっていきます。はい、では行きましょう。よし、じゃあ行きます。はい。よし、じゃあまず開けて。なんだ今日は。今日はギアボックスか？で、まずどっちだ？これだ。これですね。これで、これだ。トップシャフト。これを入れて、これをペアリング入れて、で、ここですね。ここに、これでいいのか。アイドルシャフト2つ。これに、まずペアリング。よし、これを、ここのアイドルシャフトに、はい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 、こういうことですね。ここに、よっと噛み合うように、オッケー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 。よし、そしたら今度、これ前回、袋さんで作ったデフ。これに、そしたらこの子においっとよ、オッケーオッケー。で最後このペアリングをここにつけると、今日は2ページ。まずボタンヘッドピン、あ、ボタンヘッドビス、これビス7箇所全部止めます。よし、ビス止め終わりました。そしたら次は、これだな。このパーツ。このパーツを、この向きか。この向きで、え？あー。はいはい。こういう風に止めるんですね。4点止めまーす。よし、止めました。そしたら次は、あ、スパーギアですね。スパーギアキャップに、このセットスクリューをここにはめまして、これをここに止めるわけですね。向き、こうですね。この流れの向きで、こうですね。で、この4つのピンを止めると。はい、止めました。そしたら次、これを、ハブピンを、セット、ここに、通した上で、ここに入れるんですね。よし、OK です。で、さっきのスクリューを締めると。よし、これで OK です。さあ次に、モーターを用意する。なるほど。今回はじゃあここまでにしておきますか。今回は、パート4、袋4の途中でしたね。ただちょっと次からモーターを使うので、今回はここまでにしておきましょう。はい。では今回は、とりあえず、ここまで完成しました。スパーギアとデフなどをつけたってことですね。はい。では今回はこんな感じです。はい。ではまた。